女性は便秘に悩む人が多いと聞きました。最長で何日ほど出なかったことがありますか？また、苦しんだ挙句に、それが出た瞬間の感想を教えてください。でもな、夏木結構便秘気味やと思う。2、3日出んへんのは普通。だから、2日連続とか、3日連続で出たときに、おーすごいってなります。びっくりする。なんか逆に体どっかおかしいって思います。最長で出んへんかったのは、10日間。出んへんかったことあります。でも、なんか何回かあるよ。でもめっちゃお腹はパンパンに膨れてて、なんて言うんやろ。妊娠してる初期の女の人のお腹の出方、まあ、ポコーンって感じで出てた。だから何回か、できたんって言われたこともあります。はい。で、出た時の感想は、とりあえずお腹が痛くて痛くて、もう頑張ってトイレ行って、でも、あー出たーって感じ。はい。でも10日間も出てへんかったら、なんか何？硬いのよ。そう。だから、なんて言って、めっちゃ生々しい話になるけど、しばらく放置するの。で、ちょっと柔らかくなったぐらいで、初めて流したらちゃんと流れる。一回目で硬くなった状態で流すのは流れへん。やばいよな。ほんまに。なんか病院行った方がいいかなって思う時ある。はい。